今月もなんか微妙な月でしたね。ああ、そうね。はい、2020年になりましたけども、うん、で1月、うん、反省していきましょう。はい、はい、一人反省してますけどね、はい、今いやー、すみません、あなたですあなたです。いや、俺反省勝手に反省してたんで俺か、俺かそうですね、はい。てなわけで、こっからまあ、はい、新企画というか、もう毎月、はい、第二グループの活動とか、それぞれのプライベートをこう反省していこうっていうサブチャンでね。あ、まあ、だから正月からね、うん、始まって、うん、どうでした？そうね、今月の入りで、皆さんまあ、多分お前らは、あ、でも全員違うか、うん、飯野さんたちの、なんかその、うん、まあ、みんなで旅行してる。あ、旅行行ったの、そうだ、そう、旅行行ってて、うん、加藤くんは何やった？一人でダーツやってました。ダーツやってたの？一人なわけねえだろ。一人なわけねえだろ。年越しです。一人じゃねえだろ。一人だ。いやいや、マジでさ、そういうことやるじゃん、うん、そういうとこ怖いけど怖いんだけど、マジで。まあ確かに一人でやるんやな、こいつは。マジで、うん、大晦日で一人でダーツで越してそうじゃん。越、うん、したの？うん、越した。やば、うわ、俺怖っ。こんばんは、お前。気持ち悪い。なんでね。いや、初めて聞いた。反省した方がいいよ。まず反省だ、そこから。年越しダーツ一人で反省した。気持ち悪い。悲しくなんだよ。ならない。マリは。いや、その時はもう本当にダーツハマってたから、うん、ずっとダーツ。やばいって。やば。こいつは。年越しの瞬間、まあね、須藤くんは何してますか？僕はね、年越し瞬間さ、具合悪くて寝てました。あ、そうだ、これ風邪ひいてたんだ、ね、まあ家で1年で、そうなんだよ、家でだからあんまりね、覚えてない。ああ、うん、僕はばあちゃんち行ってましたね。ああ、そう、うん、毎年ね、行ってるよね、はい、ばあちゃんち。毎年これ、ね、毎年なんか飯野さんとか、うん、まあ、みんな集まったりしてんだけど、うんうん、一回も行ったことないかも、うんうん、ちなみに年越しの瞬間ってどうだったの、そのチーム旅行勢は。いや、なんかまあほとんど寝てないって言うからみんな、うん、なんか無理やり叩き起こされて、なんか10分前ぐらいなんか、うん、死にそうな顔でなんか、うん、テレビ見て、うん、悲しい全員いい思い出してないやん。してないね。きつかったな。そっから入って、うん、1月、まあ第2グループのあれとしては、活動としては主にやっぱアメリカが大きかったよね、うん、アメリカのパート、567かな、うん、まあ、今年の1月投稿になって、うん、で、あとドミノの編集ちょっとやったってくらいかな、うんうん、いや、もうビビるわ、あっという間で。確かに編集が忙しい時期って早いよね。早いわ。1週間がね、すごく短いのよ。なんかさ、俺もう去年からそうなんだけどさ、もう常になんかにこう焦ってる日々じゃん、うん、焦ってる。なんかあれ嫌じゃない？うん、いや、ほんと嫌だ。だからもう怖いの、一日一日がマジで。わかる、なんもなくてももう怖い。怖い、ね、うん、年取るの怖いって話しかしないから余計怖くなってきちゃってこのままね。わかる、加藤。わかるよ、わかるよお前何やってんだよ、毎日。何やってんの、お前マジで。1月何してたの、お前。1月、寝て起きて、バイト行って、うん、寝て。フリーターじゃねえか。まっとうのフリーターじゃねえか。で、まあ、まあ、暇な時、まあ、須藤から、うん、まあ、サブちゃん振られるから、うん、その時にちょっとカットして渡してる。うん、バイトもだって週3とかでしょ。まあ、まあ、1月は結構あったんだよな。1月は結構あった。うん、加藤さん、あれがあったじゃん。あれ、劇団。ブサイクパラダイス。ああ、池袋。はい、うん、まあ、あれも反省した方がいいと思うけども、うん、加藤さん、うん、まあね、まあ、俺ら確かに田舎でさ、うん、出身なんだけどさ、うん、そのヒロイン役のね、うん、女の子にもう一目惚れしちゃう、うん、いやだから別にそういうんじゃないよ。かわいすぎてもう目見れないっていう、うんうん、でも本も飛んじゃって。そうあ、そうなの。セリフ出てこなかった加藤のモノマネになってるよまあそれ行きましたね。行ったね。なんかないの、うん、それの反省は。あ、僕でも一個聞いたのがあるんですけど、うん、まあ、加藤さんは、まあ、我々まあみんなそうですけど、まあ、基本人見知りなんですよ、うん、でなんかああやって交流する場もないんで加藤さんも人見知りの状態で最初行っちゃって全然話さなかったんですけど、うん、撮影が思いのほか楽しくて途中からふぅーってなっちゃってちょっと打ち解けたのね。そう、打ち解け、ね、そしたらなんかまあ誰とは聞いてないですけど、なんか俺なんか急に元気になったら一番きつい。きついな。一番人見知りが言われたらきついやつ言われて、それもやられたらもうこれはね、ほんと反省した方がいい。そうそう、言う方も反省した方がいいわ。そういうからその通りだな。確かに分かってねえだろうけどあれ気ないと思うんだけどね、うん、
あ、なんか、あ、元気になったね、急にみたいな言われたこっち結構来てるせっかく元気になったのさ、まあ、あとはなんか、切り替えようね、その気持ちの、うん、そういう、セリフとかあった場合に、なんか、うん、その役に入り込めないっていう、うん、俳優気取りです早く確かに俳優気取りだわ。早くも俳優気取り。周りがすごかったから。俺反省あるわ。何？まあ、あの僕がね、これは去年に一番好きな YouTuber で横澤さんっていうね、うん、あのプロポーカープレイヤーの横澤さんっていう人がいるんだけど、うん、のことが好きって言ったら、うん、そこでなんかまあいろいろちょっとつながって、うん、今年ね、そのポーカー大会みたいな、うん、に呼ばれたんですよ。うんで、1位の人がもうダイソンのドライヤーとか、うん、なんかロボット掃除機とかいろいろ結構いい商品があったの。で、そのポーカーで勝った人がもらえるんだけど、うん、初手で飛ぶって。お前さ、一番最初に飛んじゃいました。そんなお前弱いわ。お前ちょっとね、ちょっと大ブラ深ましたんだ調子飲んだよ、調子飲んだよ。あの関係性とかもないけど相手誰だったの、その時乗ってきたの。オルハさんね。オルハさん呼んだ横澤さんも困っただろう。て飛ばれて、おー、もう飛んだのってなっちゃう。ブラフで何だ別物だよ。で、まあ、僕はね、ちょっと個人的に、うん、群馬のね、うん、温泉に行ったんですよ。あら、あ、いいね、はい、めちゃくちゃ良かったね。あ、これあれですね、ちなみに彼女の話、彼女との話ですよね。うん、行きましたよ。そうなんだ、いいな、いいな。そこでね、あのね雪山、まあその後に行ったんだけど、うん、で、その後ナイター終わって帰って、うん、で、まあ、結構ちょっと疲れてたから急いだろ、うん、したらスリップしたんだよね、車が。わあ、マジで雪道で、うん、雪道でマジで死にかけたの。マジで。そうだ、よく考えたら。いや、勘弁してくれよお前。、うん、ちょっとそこをね、あのぜひ紹介したいわ。そうね、温泉、あの水上、群馬の水上にあるね、宝川温泉の温泉閣って言うんだけど、うんうん、めちゃくちゃ川に沿って露天風呂が何個もあるんだけど、うん、めっちゃでかくて、その実際橋とか渡ってこう露天風呂行き来する、すげえな。めっちゃ綺麗だし、うん、まあ、その時雪降るからすごい綺麗だ、よかったよ。ちなみにそれは、うん、夜ご飯とかどうだったんですか？美味しかったんですか？あ、美味しかった。美味しかった。なんかあの川魚のさ、塩焼きみたいなのがあったりとか。その後の夜はどうだったんですか？でもすぐ寝たよね。ちょめだから。いや、すごいわ。キモいわ。お前、坊主がちょめちょめじゃねえ。超気持ち悪いわ。いいな。いいな。そこはちょっとぜひみんなで行きたい。多分お前らも、あの、俺も入りながら、あ、これ第二好きだなと思いながら入った。夏とかもめっちゃ綺麗だから、いいな。うん、まあ行きたいなと思って。いいな。みんなで。うん。みんな行ってもね、どうせなんか確かにね、つまんないしね。またなんか、ね、寝ないでさ、みんな来ちゃって編集も忙しいから。いや、俺でもね、最近思ったの、うん、あのね、こういう歌、こういいのとか、うん、もう特にいいのなんだけど、やっぱネガティブ発言で良くないなって思ってきた。いや、良くないよ、普通に。やっぱ、ね、確かに。お前は、そもそもお前、もうそもそもそこ反省しろよ。そもそもなんかそのさ、ここ22年の生き方を反省しろ。ネガティブ発言反省しろ。ネガティブ、これ1月の反省だ。なんで俺だけ22年振りたいってなっちゃう。いやね、確かになんかね、思うわ。まあ確かになんかそのね、まあこの間ちょっと人と会って飲んでた時も、うん、いやなんかさ、まあ草薙みたいだなって言われて、あの宮下草薙のネガティブの言葉。草薙みたいだなって、あ、ちょっとやばいなこれって。まあ、まあ、そう、それはもうすごい今ね、真摯に受け止めてね、うん、食べないじゃん。いや、受け、だから本当に俺一回普通に何かね、そういう人が今まで行ってきた経験をして、うん、ちょっと何かね、うん、まあ何か、うん、普通の人間になりたいなっていうのはあった。うわっ、ほら、ダメか。全然ダメよ。いや違う、俺ほんとにいきなり、いや違うの、いきなり坊主が大声出したことにちょっと引いちゃった。リアクション動画じゃないね、今のは。普通に怖いわ、もうこの距離で坊主がうって。で、なんかありますか、1月、まあ、来月どういう月にしたいとか。うん、確かに。結構ね、最近思ってきたのが、なんかちょっとね、俺、自分の限界は分かってないなっていうのをね、ちょっとね、最近思ってて、俺、なんかこう、これはできると思ってたんだけど、やっぱできなくて、なんかこう、迷惑かけちゃうっていうのがあるから。ある。だからこれはね、もうどうしたらいいのかなっていう。でも、計画性がないってことだよ。ああ、まあそうなんだよね。結構甘い計画だよ。
お前らはそのやり方で借金250万まで貯めたんだから、まず本当に根本から反省しろって、マジで。いやもうそれはね、本当に申し訳ないですよ、これは本当に。俺それしかも今日まんま純也に言ってたわ。あ、純也に、うん、あのちょっとさ、須藤は、うん、スケジュール甘い部分あるから、ちょっと純也カバーしてやってくれよって言ったわ、ちょっと純也に。お前いつからさ、お前上下関係さいやまあでも確かにね、俺はちょっとそこら辺あるから、うん、まあ確かにちょっと手助けは欲しい。まあ、そうですか、1月は。そうね、まあなんかそうだね、まあグループとしても別にそんな暗い月じゃなかったね。うん、はい、2月も頑張っていくか。そうだね、うん、2月は、まあ3月に多分大変になるから、2月はその3月へのこうステップみたいなところがあるんで、うんうん、まあこのままね、ポンポンポンパンで、うん、今年行っちゃいましょう。そうね、まあ、2月か3月に旅行行きたいね、みんなで。行けたらいいね。海外行きたいわ。行けねえよ。海外は無理だろう。さすがに行けねえよ。これは俺、さすがに。これは別にネガティブ発言じゃなくて、それはもう現実を見ろってことを言ってるだけだ。それは無理だよ。その塩梅が俺には分かんないわ。データ行っちゃってくから。